ぱいもう選び放題なんで、天然のなんかっぽいなというと思って、びっくり、ちょっと今緊張してますあれがもう、あれですよ、嬉しいですね試し引き、はい、よろしいですか、よろしいですか、はい、ということで今日もよろしくお願いします。ということで、いつもありがとうございます、メイトさん。とてもないです、こちらこそいつもありがとうございます。はい、鋼のメイトさんです。はい、そしてこちらミミです。はい、ミミちゃんもいつもありがとうございます、ご出演いただいてで、二人で今日は何をするかというとですね、こちら、はい、もうこれね、もう見てわかると思います、池部さん、池渋さんですね、はい、で、こちらでメイトさんのアコギを探すと、アコギ探してるんですよね。めちゃめちゃ探してます。ライブ用、ライブ用にメインに、はい、なるほど。それをちょっとめっちゃ雷鳴ってるけどそれをミユさんがアドバイザーとしてね、頑張ります。ちょっと同じ女性目線でいろいろアドバイスいただきながら、今日ガチで選んでいこうと、ガチで選びに行きたいと思います。愉快です、はい、ちょっとわちゃわちゃ感になりそうですけどね、はい、じゃあまあね、でもね、あの池部さんこういっぱいギターあるんで、ちょっとぐるっと見ていきませんか。うん、ちょっとね、テレキャス、だいぶこうね、いっぱいもう選び放題なんで、テレキャス欲しいんですか、みゆさん。テレキャスどこにある？なんか いつも来るとここにあるんですよ。あ、もう常連なんですね。はい、ここはですね、デューセンバーグ。はい、こういうの持ってるとね、なかなかこうグッとくる。あ、テレキャスこっち？こっち側ですって。ちょっと見てください。どうぞどうぞ。はい、まあいろいろねギターありますけど、ミユさん、ミユさん、あっちあっちあっち、もっと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 、そっちそっちそっち、はい、はい、テレキャスゾーン、はい、いっぱいありますね。はい、色は何がいいですか。なんかこれ木っぽい色が欲しいんですよ。木っぽいやつ、木っぽい色、木っぽいやつ、可愛いじゃないですか。これちょっと新ラインかな、ね、なんかあの有名なやつですよね、ナチュラルカラーのね、うん、こういう感じの池部さんなっております。もうね、目がくらむほどのですね、ギターの量。これね、1回ですね、割とエントリーモデルから手に取りやすいものまで、ね、あると。で、向こうはね、こうアパレルというかね、いろいろ T シャツとかも売ってたりします。はい、ここだけじゃないですよ、お二人、2階もありますから、ちょっと2階行ってみましょうか。エレキもあります。まあアコギね、見るのはもうちょっと後にしてまずはちょっといろいろ探検しようと、はい、行ってみましょう遠足みたいになってるぞはい、いやいや飛んだけど下でやってないから、それ編集繋がんないんで2階に到着しましたんで、はい、こんな感じになっております。もうお宝がもういっぱいありまして、ちょっとぐるっと回ってみませんかね。これでちょっとお二人のおすすめギター1本ずつちょっと選んでいただいて、こっちから行こうかな、こっち、はい、ギブソン、ギブソンコーナーね。ギブソン持ってる？持ってないです。持ってないですか。ギブソンもぜひね、1本は1本は行きたい。弾いたことない。やばいよ、なんかね、ギブソンのリスポールかやってもやばかった。あ、ね、この前弾いててね、パフ弾いてたよね。パフ弾きめっちゃ良かったですっていうギブソン、これがいいのか。そしてこちら、さあ、さあ、さあ女子ですかね、あなた、はい、ね、私さあを使ってます。さあ、もうずっと昔から使ってるよね。うん、なんか7年ぐらい使ってる。さあの魅力とは、さあの魅力、マジであの弾きやすさがすごくって、あのこれハイフレットが24フレットまであるんですけど、はいはい、普通24フレットって、うん、あの手がかけにくいんですけど、はい、サーの形状だとここに親指かけたまんま、はい、ここでチョーキングできるんですよ。なるほど。だから全指板使えるのと握りやすいから、もうめちゃめちゃ弾きやすくて、他のギターあんまり弾けないんですけど、はい、素晴らしいレビューですね成長しましたねはい、
サウナ使ったことあります？メテさんは、はい、私ちょうどこのシルバーモダン、はい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 、をお借りして。え、はい、そんなことあるんですか？そうなんです。いいですね。なんかこう、うん、お部屋ズーム繋いでる時にお部屋にこのサウナがかかってて、うん、あ、かっこいいですねって言ってそんなにそんないいことあるんですね本当に。なるほど、ね、めっちゃ引きやすかったです、うん、引きやすいですよね。いいね、うん、サウナがいいのか。またあっちにもありますけどね。はい、こちらはフェンダー。フェンダーお二人持ってますか？持ってないです。うん、ちょっと見ていってください。ぜひぜひいろいろね。え、もうエレキギターの王様なんでね。はいはい、はい、そちら、うん、何気になるの？あ、テレキャス。テレキャス欲しいって言ってたね。テレキャス、テレキャスやっぱちょっとね重要ありますよね。やっぱレコーディングでもライブでもちょっとこの音欲しいなっていうね。テレキャスの音はテレキャスでしか出せないから。確かに確かに。うん。でそっちはアーティストモデルかな。結構ねいろいろ。アーティストモデルじゃないか。うん、ここまた変わってる。あ、でもなんか、うん、で、あ、でもサイレントサイレンとかね。あ、本当だ。はいはい。かわいい。これだいぶすごいですね。かわいい。真っ白。でも倍。うん、信頼。ああ、信頼。あ、こういう感じ。ああ、線だけ入ってる。うん、線だけ。へえー、こういうのもある。白いの人気あるよね。あ、そうですね。うん、あ、そうだ。芝も白い。全部白い。今気づいた。今気づいた。ちょっとワンテンポ遅れてましたね。だいぶ冷点しちゃったね、今。まだまだありますか、後ろね。はい。こっちはもうゴリゴリまた、ちょっと渋い系になってきますけれども。かっこいい。どれ？かっこいい。あ、これね、うん、このライティングがまた、うんうん、ちょっとこれ、うん、アメリカンプロフェッショナルね、うん、こういうフェンダーコーナーありまして。かっこいい。どれどれ？あ、木ね。めっちゃかっこいい。木感がやばい。木感。え、これかっこいい。これはい、おいくらでしょうか、これ。やばいやばい。60万円ですね。じゃあ行きましょうかね、そこ。はい、ここアイバニーズがすごいね。アイバニーズケーキがありますけれども、これやっぱりね弾きやすい。これもね、もう上手いギタリストがみんな使ってますから。はい、ここもすごいですよ、山口。何何？ここ、うん、あ、すごいね。すごい J カスタムのすごく綺麗なやつ。これどうですか、これ。どうやって作るんですかね、それ。これもうあれですね、レジンというか木じゃないですよ。うん、え、か、え、海みたいですごいかっこいいね。芝もすごいですね。ね、これ木の柄が天然の何かっぽいんだけども、こうね、人の手で作られた。これこっちもかっこいいね。ここもう宝石のような、天然石のような感じになっておりますけども、さすがのお値段。ね、これカスタムショップってやつですかね、もしかしてね。はいはいはい、こういうモデルも最近はまたあるんですね。アイバニーズ ずっと人気ですからね、いろんなアーティストがやっぱ使ってらっしゃって、うん、っていうのもあり、はい、で、さらに、さらにこっち PRS コーナー。わー、すごい。すごい、PRS すごい。あ、すごい、なんだろう、これなんだろうね、サンタナアブロラル、読めない、うん、なんかコラボのモデルなのかもしれない。うん、サンタナの SE の方かな、こっちは。もしかしたら、あ、こっちはでも違うか。はい、こっちはね、ジョンメイヤさんモデルですね。はい、まあ、PRS もやっぱり定番人気で、うん、使ったことあります？私弾いたことあります。あ、本当に。私も弾いたことあるくらいなんですけど、うん、弾いたことあるけど持ってはないっていう。持ってはない。1本は。いや、憧れ。欲しいな。これ好きです。これ好き。綺麗。めっちゃ綺麗。ピアレスといえば。ね。このね、イーグルが飛んでますけど、こっちですよ、さらに。これすごい綺麗だな。ジーンズな。ジーンズだね。はい。こう、フェイデッドブルージーン。うん、色あせた感じがね。はい、もうたくさんありますけれども。こっちまだまだ、こっちまだまだ、はい、こんな感じ。海だ。海、これ
なんかね、カリブ海というか。すごい。青い陰影です。そうですね、青はやっぱり綺麗ですよね。目を引きますよね。こっちのね、ナックスギターってやつですけど、これもね、PRS にもともといた方が作ってらっしゃるというプレミアムな。これすごいですよ。これもね、街並みになってる。なんかね、ちょっとホワイトハウスか、あれ、もしかしてね。そんなんがあったり、またこちらちょっといいですか。こちらこういう大丈夫大丈夫大丈夫これこれこれがちょっとこれね、もう木じゃないやつら。あ、これアルミですよ。木じゃない人たち。ちょっと重いかもしれない、うん、これはネックがね、木だったりとかね、いろいろありますけど。はい、じゃあ進むさんね、こういうモデルはあったりしますけれども、あ、こっちもね、はい、こんな感じで。この辺なんかメイトさん、うん、グッときそうでしょ。大好きな大好きゾーン。ちょっとメタラーがうずくゾーンです、はい、でもね、はい、これメイワンズとか、うん、マヨネーズとかみんな言ってますけど、はい、でこちら、ストランド、北海道ギター。これはね、ちょっとネックがまたね、形が面白いね、形してますけども。もうネック綺麗。はい、いろいろ見てきましたが、どれが良かったですか？二人のおすすめ。これが欲しいってやつ。海欲しい。二人一致？あれはあれ欲しいですよ。あれですか？高そうなやついった。さすがに一番高そうなやつこれでしょ。それですね。ね、これはおいくらなんでしょうか。ちょっとテロップで入れときましょうかね。はい、ということで、こういうね、性格が分かりますね。なかなかね、高いのがいい。高いのがいいのなるほど。だって普通に楽器屋さん来てこれ弾かせてくださいって言えなくないですか。言えないですよね。これだから山口、ええ、ちょっと持たせてもらう、もしかして。ちょっと持たせてもらう、これ。え、ね、さすがに難しいですか。ちょっと頼んでみましょうか。はい、持たせていただいてますけど、ちょっと。やばいですよ。どうしましょうね、これ。え、びっくり、もういや、ちょっと今緊張してます。大丈夫ですか、ちょっと。こんな素敵なギター。みゆさん、ちょっとわたわたしすぎ。緊張しちゃいますよ、こんな。はい。すごいですよ、これ宝石なんですよ。これターコイズ。ターコイズ。しかもね、ここ、ハカランダ。やばい。ハカランダの海に、海じゃない、ハカランダの空に鳥さんが飛んでますけれども。すごいですよ。ね、これターコイズ。ここもかっこいいですね。ね、全部ほとんど木ですね。ね、うん、裏側ちょっと見せてもらっていいですか。はい。はい、これ足かな。うん。で、さらにメープルのバリトラ、メープルじゃない、魔法かな。魔法バリトラ。普通メープルとかだとあるけど、魔法でなかなかない。すごい。ということで、ちょっと。人じゃらん、まず言っていただいていいですか。あ、はい、どうぞどうぞ。いきます。まずね、このアンプがまずすごい。すごい。はい、ですよ。こういうサウンドバリッとして良かったですね。ちょっとじゃあメイドさんも言っときますか。いいですか。はい、僕のじゃないですけど。はい、めっちゃ今日の服に合う。あ、なんかね、ね、めちゃめちゃ似合う。ちょっと天女感がありますね。やばい。はい、すごいな。いいんですか。はい、どうぞ。はい、まあ、こういうね、経験してですね、いろいろちょっとね、こうギター選び参考いただければなと思いますけども、はい、まあ、このギター、うん、池部さんにありますので、なかなかないですよ、もうこれ、この先こんなのが作れるかどうかという感じなんで、
行きたい方はぜひ行ってください。お客さん買ってください。いや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 、なんでやねん。はい、ということで、じゃあもうアコギコーナー行きましょうか。はい、うん、だからこれ前で撮ってないから。はい、ということでね、はい、こちらハートマンギターズということで、こちらでアコギを、ここは本番ですからね、はい、ちょっとガチでいいギターに出会いましょうよ。どんなギターにする？なんとなくイメージある？うん、今あのギルドの M120 っていうのがあるんですけど、それが結構ミッドと低音がすごい出るオーバーホガニーのアコギ で、はいはいはい、でそれもすごく好きなんですけど、うんうん、今回はちょっとブライトめなサウンドがパリッと出る感じで、はいはい、でなんかあのカタウェがついてるようなアコギがいいなって思って。なるほどね、カタウェポイントですね、はい、やっぱライブで弾きやすい、はい、じゃあちょっと行ってみましょうか、はい、そのあたり、はい、はい、もういっぱい、はい、いっぱいあります。これね、ちょっとそこ、それこれがもうこれですよ。いつかは、はい、はい、ミユさん好きそうですね、このね、めっちゃ綺麗。この200万のギター。なんかそんな私が元気な女になってるじゃないですか。いやいやいやね、はい、じゃあちょっとそんな感じで見ていきましょうかね。はい、じゃあどっちか行こうか、左から行きましょうかね。はい、左から、ここはねガットコーナーではありますけど、奥の方にねスティールパーって並んでるんで、ちょっと見させていただきましょうか。ここにアコギがあるの、うん、はい、ここはヤイリかな、ヤイリになりますね。はい、ここもカッターウェイがついてる、まあ、ちょうどいい感じです。はい、これとかもすごい綺麗ですね。ね、かわいいね、うん、ここワンポイントで、でここもすごい、はい、ね、やりたいって言いますよ。もうよ、もうよりどり緑、何でも選び放題、多すぎてびっくり、ちょっとね悩みますよね。あ、うん、ここから1個選ぶのってめちゃめちゃ難しい。そう、やいりからのシーガル、はい、この辺りはね、あのポピュラーなブランドですよ、みんな知ってる、はい、でさらにこのヤマハ、ヤマハもみんな知ってて定番中の定番って感じですけれども、はい、どうですかメイトさん。いっぱい目移りしちゃう。もう目パチパチしてる。目がシュバシュバしてるくらい見てます、うん、いろんな色あっておしゃれや、赤とかあるんだね、本当だ、かわいい、この色もね、おしゃれ、大事ですよ、色もステージですから、うんうん、やっぱりね、カビルテンション上がるのが大事ですからね、うんうんうん、ずっと弾くギターだから、ね、ちゃんと弾きたい、練習する時に可愛いギターにありましたもんね。あ、そうね、何本かちょっと選んで、はい、後でまとめて弾くっていうのやりましょうかね。はい、了解です、ね、はい、じゃあ1本目まずこの辺でなんかいいのあれば、ここフェンダー、サウンドホールがたくさん買って、ね、白金ってかっこいいよね。あ、いいね、あれを持ってたらだいぶもう、モテモテですよこれ。かっこいいこれ、ホワイトファルコンってこういうのもあるんですね。あ、うん、うん、悩み、あ、口数減ってきた、ね、口数減ってきたぞ。なんだろう、どれだろう、これしそう、これしたい、これ直感で選んだから。これどういうポイント？まずあの、うん、ちょっと買った場合は欲しいなと思ってたので、その目線で見てはいて、うんうん、でこの、うん、ヤマハがすごい気になって、確かにね、ヤマハ弾いとかないとちょっと始まらない感じありますよね、うんうん、テレアコでね、これトランスアコースティックギターって書いてあるから、うんうん、もしかしたらこれ自体で鳴るかもしれない。お、うん、あ、でもこっちもシックです、同じのブラック、ブラック、どっちがいいですか？ブラック、ブラックブラックがいい、ブラックがいい、じゃあちょっとそれキープさせていただいて、ちょっと他も見させていただきましょうか。はい、はい、じゃあどんどん、気になった、これすごい、おお、え、これ、これすごいよね、はい、トラベル違うか、これスピーカー内蔵のタイプですね、今割とあるんですよ、ここもそうだし、
こっちにもね、これちょっと前紹介させていただきましたけども、こんな感じで。カーボンファイバーって書いてある。そうそう、もう一体成形で作ってあるね。まあ、これはね、お家で弾くのとかにもいいと思うんですけどね。うん、ね、もうまさにもう家電ディスプレイ、こんなにね、うん、iPhone 内蔵してんじゃんみたいな。そうそうそう、すごいでしょ、時代こんな感じになってますんで。はい、iOS って書いてあるんですよ。うん、あ、本当に。あ、そうなんだ、すごいね。インストール要件って書いてあるんですよ。インストールすんの、そこすごいね。アプリなの。アプリもあるって感じ。面白い。どん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 いきますよ、これちょっと。ここは高見でもやっぱね、日本のやっぱりアコギブランドとして超有名なところで定評があります。はい、さらにヘッドウェイ、そうですね、リバイザーさんで作ってる、こうね、これなんかすごくね、綺麗でかっこいい、うん、これなんかちっちゃいギターなんでライブでも疲れないかなと、カットは言えないですけどね、これね。はい、うん、これゼマイですね、ハート型のかわいい、うん、これもモテるギターですね。はい、な感じです。女子高生とかにこれ欲しかった。あー、わかる。なんて、女子高生の時に欲しかった。女子高生の時にこれ着るとめっちゃいい。そんな変わんないんじゃないの。今でもちょっと大人になった。ちょっとお酒飲めるんで。あ、そうすか、女子高生じゃないです。なるほど、ね、はい、ちょっといきますよ。はい、じゃあ右の方行きましょうか。はい、そちらはですね、ギブソンですかね。ギブソンだったり、ここには、あれかな、カレッジじゃなくて、なんだこれは、ギルドだ、ギルド、ギルド、ね、OM120 似てる、だいぶ私が、うん、あ、ね、ギルドユーザーですからね、はい、そうです、はい、これも、あ、本当だ、ね、すごい、嫁と俺の嫁さんも弾いてたかな。これ花びらですか。そうですよ、すごい素敵、ね、この辺もやっぱり女性人気が高いらしいですね。はい、でも王道というか二大巨頭になりますけど、ギブソン、この辺もいいんじゃないでしょうかね。山口さん、はいはいはい、私これ試奏したいです。これギブソン、これあ、カッターウェイある、カッターウェイ、これはなんていうモデルだろう、 CG? ウィンター EC? ライター EC? ライターがナチュラル、はいはいはい、ね、ジェネレーションコレクション、すごいです。うん、G ライターとか、あれかな、ソングライターっていうモデルが昔あったんで、それの感じかもしれないですね。めっちゃ薄いね。そうね、やっぱりさ、厚すぎるとさ、エレキユーザー引っ張ってないね、これね、サテンのフィニッシュでサラサラしてて、うん、雰囲気良くて、いいですね、はい、いい感じ、なんかね、うん、うん、ナチュラル、そうそうそう、あんまりギブソンでは見ないタイプですけど、うん、ありかもしれないですね。ギブソンってツヤってして、黒いイメージあるんですよね、はい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 、モニタリングサウンドホールがあるらしいよ、ここほら、穴が、これはなんかね、うんうん、ちょっと弾いてる時に耳に入ってきやすいかも。あ、そういうことですか。そういうことですね。確かに、うん、アコギ前の音と、ね、聞く音と違うもんね、うんうん、そういうことですよ。じゃあちょっとこれも候補に入れて、うんうん、はい、後で弾かせていただきましょう、はいはい、まだまだありますから、まだ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 、はい、これはもうマーチンですね、王様ですね、マーチンもね、ちょっと行ってみたい感じしますよね、すごい気になる、はい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 、ちっちゃい、かわいい、子供用のね、トラベルギター、うーん、だったらあの、なんだっけ、あの人あの人なんだっけ、あのちっちゃいギター使ってる人、なんだっけ、あの人出てこないまあまあいいや、こういうのも可愛くていいですよね。ただね、これ気になる、これなんかすごい、これなんか変な形してない、変な形って言ったらあれだけど、こんなのあんの今、なんかあれですね、普通ここがシュッて出てるけど、うん、スンってなる、だからさ、もう前ジャズマスみたいにずれてるんですよ、うんうんうん、あ、
本当だ、うん、ご理解にも変形ギターのそうそうそういうのが来てる、こっちにもあるけど、こっちはあれですね、ここがちょっとブルーなんですね、うん、ね、ブルーのなんかアクセント入ってて、素敵だ、これはすごい、二度見必須案件って書いてそれはそうだな、確かにそんなのあったの知らなかった、へえ。コギって同じ形のボコロと思ってましたね、だいたいね、こうこの、うん、D タイプ そっちがキュッてしてるドレッドノートですね、うん、で向こうが オーディトリアムモデルで、まあ、OM とかトリプル O とか WO とかいろいろあるんですけど、どっちがいいですかね、あちょっとちっちゃい小ぶりタイプね、はい、はいはい、そういうのであるといいですかね、もしかしたら、うん、これお見つかった、あ確かにかわいい、これはね、オーカも分かんないけど、でもちょっと小ぶりな D よりね、うん、ちっちゃい、はい、ちょうどいいかも、うんうんうん、値段帯も、なるほど、これもいっときますか、はい、これはロードシリーズって書いてあるね、ロードシリーズの人気、生なりも優秀な、エレアボ、はい、あ、使いやすいサウンドホールチューナーがついてる、なんすかそれ、サウンドホールチューナー、サウンドホールにチューナーがついてる、そうなの、あ、ここから見えないけど、あ、そうなの、ある、んついてる、この黒いの、そうじゃないですか、あ、本当だ、チューナーついてんだ、便利、親切ですね、最近のアコギはなるほど、ちょっと候補が結構決まってきましたね、はい、聞いてみたい、どれも、うん、好き比べをしてみたいです、はい、じゃあどんどんまだまだありますから、はい、奥の方、まだあるの、すごい、うん、すごい、ここのすごい、はじはじ、ここはちょっとプレミアムコーナーですね、びっくりですね、こういう木目がすごい、ギラギラと、そんなとこ、これ売れてますよ、もうすごいな、誰が買ったんだろう、いやもう本当に聞いてみたいよね、こういう感じのものもありますけど、まあ今日はね、ちょっとこの辺じゃなくてね、もうリアルガチでコスパを考えて、そう、私が欲しい、使いたい、ライブでね、はい、使うやつを、うん、いきますよと、こっちは、ね、メイトンはね、メイトンそんな発音全然違った、ああどうやって言うんですか、でもメイトとメイトンいいんじゃないですか、相性メイトとメイトン確かに、オーストラリアですよね、そうですね、トミー・エマニュエルさんが使ってらっしゃるやつですね、メイトのメイトのありかもしれないですねちょっとね、お高いですけども、この辺はね、うん、可愛いですね、はい、SIA 入り、お子さんに見せたらいいですね、この辺絶対持ったら可愛いですよ、ギタレでね、持たせたりしてますけどね、今ね、はい、で、さらにまだ、お、まだまだ広いな、このフロア、まだあります、ここはね、オベーションだ、これ割とロックギタリストがこうライブで使うって結構ね、あのポピュラーな昔からある感じですけど、ね、どうも厚いし、あのどうも薄いし、ネックもエレキ並みの細さでっていうことでみんなよく使ってますけど、まあ、こういうのもありかなと、ミヤビのコピーとかだと使いますよね、みやびさんオベーションでしたっけ、あれ違ったっけ、なんかまあいろいろ使ってらっしゃいますけどね、うん、はい、でここかっこいいな、こういうのもなんかね、なんだろう、すごい、これも梅か桜かですね、こういうね、例があって、はい、変わってるの多いですね、すごいね、この辺ももうはい、こんな感じになっております、ここら辺はちょっとね、フィンガーピッカー系の匂いがしますね、若干ね、うん、ソロギターっていうか、すごい綺麗、ここがね、あ、ここ萌えポイントですか、メルさんの、はい、すごい綺麗、いいじゃないですか、人間も綺麗、ほん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 、もうかっこいい、うん、なんかこういうワンポイントに、あ、好きってあるのいいですね、なんかね、ちょっと愛せるポイントがね、うんうんうん、あるとね、はい、いいですね、なんか自分のギターのポイントあるよ、うん、絶対ここがいい、ここがいい、
私ヘッドとネックのつなぎ目が好きなんです。なかなかのポイントですね。ヘッドとネックのつなぎ。そう。ナットじゃなくて。あの、いや、あの斜め曲線が好きです。あ、そうなの。そこになんかいつもニヤニヤしてる。いいですね。はい。で、ここはもう一番世界で売れてるアコギブランド、テイラー。ここもやっぱりみんな知ってるとこなんで。どうでしょう、この辺もいいんじゃないでしょうか、うん、あの私このスベスベ感がすごいですね。なんか見た目がスベスベ感、スベスベ感、スベスベ感、スコンって感じ、スコンって感じ、スンって感じ、どういうことすんってわかんないけど、めちゃめちゃ綺麗だけどね、なんていうか、なんていうの、スンって感じ、サクンって感じ、わかんない、全然わかんないスンもサクンもわかんない、木の綺麗な部分をなんかちょっと切り抜いたような、あ、木目がね、はいはい、スンとサクンはわかんないですけど、まあ綺麗です確かにね、スプルースのね、はい、綺麗なやつが使われておりますが、テイラーもあります、はいはい、どん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 、はい、何個メーカー見たかわかんないけど、うんうんうん、はい、なんかミュウさんなんか最近、あ、ちょっと おすすめしちゃってもいいですか、おすすめあるんですね、おすすめしちゃってもいいですか私これを言うのをずっと待ってました待ってたね、そう、私あの、うん、フェイスさんのエンドーサーになって、フェイスギター、なかなか聞いたことない方多いかもしれないですけど、アコギ日本ではまだあんまり有名ではないけど、めちゃめちゃ、うん、めちゃめちゃいいんで、ちょっとおすすめをしたくて、それがこちら、ドンドンドン、ここはかっこいいよね、これ どこのブランドですか、イギリスのブランド、イギリス、はい、はいはい、なんか、はい、あ、パンフレットある、見つけましたフェイス、あ、これね、あ、これがラインナップですね、はい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 、なんかさっきイギリスの国旗書いてなかった、おお、イギリスだ、これイギリスだ、へえ、そういう、かわいいですね、うーん、いいじゃないですか、これへえ、これも買った上ありますよ、おお、あ、そうですね、これも言っておきますか、うんうんうん、ね、フェイスギター、私使ってるのこれなんです、あ、これね、そう、これなんですけど、すごいなんかね、シンプル、これがサラスベです、サラスベ、これがそのサラスベの感じがすっごいで、初め見た目に惹かれたんですよ、あとここのインメイトが可愛いんですよね、あ、本当だね、そうで、なんかこれ月なんだろうね、月ですかね、もう可愛いらしいなと思って惹かれたんですけど、うんうん、本当シンプル、そうしかもここすごい結構ボディが薄めなんですよね、だからなんか私 LP ギターメインでやってるんで、あ、これ、あ、そっか、薄いのか、そうですね、割とって薄めの、薄くはないんじゃない、うん、でも弾きやすいんだね、そうですね、抱えやすい、でなんかネックとかもかなり握りやすくて、うん、私エレキメインなんであんまりアコギは太めのやつだと弾けなくて、うんうん、で弾きやすかったんですけど、なるほど、ですってよ、ですってよ、メイトさん、すごくすごく参考になります、弾いてみたい、弾いてみたい、これすごい綺麗、ブライトの方が綺麗、あの上の方の音がすごい綺麗に聞けます、キラキラなとこが、キラキラな感じが、それは弾かなきゃ、なんか結構強いストロークやると、エッジが効いたバンって音が出る感じなんですよ、なるほど、それがすごい好きで、熱弁してますね、めちゃめちゃ最近もずっと気に入ってんでね、はい、じゃあちょっとメイトさん、そのさっきの4本か5本かあったけど、どれにしましょう、これも弾いてみたいです、ね、ちょっと弾かせていただきましょうか、このフェイスもね、はい、うんうん、じゃあちょっとスタジオで弾かせていただけるそうなんで、はい、うん、そちら移動しましょうかね、はい、はい、あ、行く、頑張ってます、せーの、はい、やっとワープできましたねということで、こちらちょっとね、ドーンと池渋って書いてありますけれども、こちら池渋スタジオ、はい、一般には入れないところにですね、こちらのギターを用意いただきまして、ちょっと試奏、はい、試し弾きしていこうと思いますんで、はい、嬉しいね、こういうの嬉しいですね、ありがたい、めっちゃかっこいい、かっこいいですね、はい、空間、うん、ね、ここわちゃわちゃしてんな、これでこうもう選ぶ、もうガチ選びできますから、はい、静かな空間でちょっとやっていきましょうか、はい、はい、じゃあちょっとお二人座っていただいてですね、はい、どれからいきますかね、ちょっとじゃあ、もう世界のヤマハからいってみましょうか、これ、はい、はい、こちらちょっと撮っていただいて、その紙あの貸してもらっていいですか、僕にそれ、はい、ちょっと見ますよ、これ人気のトランスアコースティックギターカットウェイバージョン、ハイポジションでの演奏性が向上しました、82,220円
じゃあ82,280円。はい、はい、どうでしょう。いや、かっこいい。黒いいね。いや、黒いいですね。これ黒も本当ですか。めっちゃ嬉しい。うん、なんか、うん、僕が持つとちょっと重すぎになるけど、メイドさんだったらいいかも。あ、本当ですか、うん、すごい素敵ですよね、この黒も感じね。はい、はい、でこれトランスアコースティックっていうのが入ってるので、はい、ちょっとねそれも聞いてみたいんですけど、まずちょっと生音でじゃらん、はい、言ってもらっていいですか。はい、試しビッキビッグタララランキはい、どうぞ。はい、では行きます。おい、どうです。おおおおおおまあ割とね、あの至って普通っていうか、うん、エレアコならではの、はい、うん、軽いタッチのなりかなっていう感じ、うん、これね、まあ悪いわけないですよ、ヤマハさんですから。弾きやすそう、なんか、うん、弾きやすいです、すごい、ね、うん、なんかあのこれドレッドノートのにカッタウェイ、うん、はいはいはい、な感じで、なんかイメージ私が持ってるあのギルドが、うん、あのフォークタイプなので、うんうん、あのちょっと持ちづらいのかなって思ったんですけど、全然そんなことなくて、そうですね、はい、なんか収まりがいいかも、うんうんうん、うん、すごい弾きやすい。ドレッドノートにしてはちょっと小ぶりなのかな、もしかしたらね。どうだろう、 どうなんですかね。どうだろう、手の位置から手の位置がすごいちょうどいいですよ、うんうん、今ジャストフィットしてます、うんうん、違和感ないですよね、見ててもね。でこれ本領発揮がですね、ここの、はい、ここちょっと長押ししてもらっていいですか。3秒ぐらい、はい、どうです、ちょっと弾いて。あおもう一回、もう一回、バンって弾いてください、バンって。このリバーブがね、これリバーブコーラスかな、うんうん、ちょっと見てもらっていいですか、ね、ノブがあってコーラスがこんぐらいかかってて、そういうことですね。そう、今リバーブホール、コーラスとリバーブホール、そう、そういう感じ。ちょっとミュウちゃんも弾いてみて、めっちゃすごい、すごいですよ。ちょっとさ、試し弾き、試し弾きです、回しもみたいな。じゃらんって鳴らすだけで綺麗な、最高だね超気持ちいいね。これはどこでも弾けますかね、この感じが、これ持って海行きたいですね。あいい、これからの季節 ね、いいかも。これちょっと新たな体験ですよね、はい、それで鳴っちゃうっていうね。すごい、こんな私アコースティックギターしか持ってなかったので、うんうん、エアコってこんなことができるんですね。いや、何でもできないよ。多分これやっぱ特殊っていうかね。え、これ電池式ですか。電池、うん、すごい。そうですよ、これがヤマハさんの技術ですから。でさらにちょっといきますよ、どんどん、はい、はい、これからですね。じゃあ左、左、それギブさん、うん、じゃあこちらちょっと紙貸してください。こちらになります。はい、これね、よいしょ、はい、ギブソンジェネレーションコレクション、独自開発したボディサイドのモニタリングサウンドホール、プレイヤーポート、スリムなネックなどなど、17,940円。ここね、覗きますけど、ここ、ここ、あ、こうなってる、うん、内部が見えます。ピースさん何をしとるんだって。何、はい、楽しそうですね、楽しいのが一番です。はい、じゃあね、このサウンドポートというかこの、ね、モニタリングサウンドホールの感じも含めてちょっと弾いてみてください。はい、弾いてみます。おこれ広がりあるね。なんかいい
いですね。これもキラッとして、なんかこう広がり、そのサウンドホールのせいなのか、うんうんうん、どんなのか、なんかギブソンのキラッとしたっていうかジャリッとした部分も若干あるかもしれない。うんうんうん、普段自分では聞けないじゃないですか、うんうん、やっぱり前から出てるから。でもなんかこうやっぱりいつもと違う感じだけど、うん、こうアコギを聴いてる感覚になれる。あーあーあー、すごいこれいいですね。でなんかね、このこっちの音がなんか変になるかというとそういうことなくて、うんうん、ちゃんと聞こえてるし、うん、すごい響いてますね、うん、倍音感あるな、ポジションマークもかっこいいし、うんうん、ねすごい、うん、見やすい、ね、しかもね、スンってなってる、スンってなスンってなってると、はい、まあ、こんな感じですよ。じゃあちょっとマーチン、はい、いってみます。はい、ね、これ絞られてきましたよだいぶ。おー、ちょっとどんな感じになるか、ね、ギブソン来たら一回マーチンいっとかないと。はい、マーチンも気になってました。はい、じゃあちょっとそれ貸してくださいね。はい、はい、こちらロードシリーズの人気機種と、片上で生鳴りも優秀なエレアコ、うん、はい、サウンドホールチューナーがついてる、まあ、これが、ね、ここね、チューナーに、うん、そこがチューナーついてるという。ここだ。ああ、すごいすごい、明るい。明るい。ほう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 、あ、これで合うね、うんうんうん、あ、確かに便利かもしれない。スタイリッシュなギグバッグもついてると、156,000円。ですよ。これはもう馴染みがあるね、この形というか、マーチンのこのヘッド、安心感がありますけど、どうですか、ちょっと言ってみますか。はい、はい、言ってみます。行きます。マーチンの音だ。柔らかいですね。柔らかいですよね。すごい、なんか、うん、気持ちいい、馴染みのある音がする、うん、これ抱えやすそうだな、うん、やっぱり。そうですね、ね、うん、でもなんかギブソンより、うん、あの、なんでしょう、弦の、うん、こう弾いた時の跳ね返りを感じます、うん、あ、そう、こっちの方がテンション感があるって感じ。テンション感がある。ああ、そうなんだ、うん、じゃあちょっと弾き心地変わってきますかね、もしかしたら、ね、そうですね、うん、なるほど、いろいろありますね。じゃあ最後の1本、それフェイス、それみゆちゃんのおすすめ、おすすめを、おすすめを、ぜひちょっとそっち行きましょうか。マジ可愛くないですか。すごい綺麗、そう、めちゃめちゃ綺麗、可愛いですよ、激推し、可愛い、なんかね、あのピックガードがないからだいぶルックス違って見えますよね、はい、で柔らかく見えますよね。なんかこう、このチョイスがすごいけど、かなり武骨なやつね、全部選んだから一人だけなんか華やかな感じがするけど、はい、ちょっと持ってみてください、ぜひ。なんか一つだけね、ちょっと華やかだわ。うん、すごい、ね、ロゼッタ、ここがね、綺麗ですね。綺麗ですね、これ。あ、そう。いいですね。うん、ちょっといいですか、髪それ。はい。はい。はい。こちらは、ブリティッシュサウンド。うん、はい。オールソリッド、オール単板。まあ、だから普通、ね、エレアコっていうと、トップは、ね、ソリッドだったりするんですけど、サイドバックがね、単板じゃなくて合板っていうことが多いんですが、これ、うん、オール単板ですって。オール単板この値段でできるんですね。なかなかね、ないですよね、うん、でコンパクトに、で取り回しがよく、音量バランスに優れたオーケストラモデル、うん、3ピースサイドバックね、そこちょっとサイド見て、はい、見せてもらっていいですかね、これだったり、あ、これナチュラルバインディングですね、で後ろも、はい、はい、これね、あのマーチンでいうと D35 とか、ね、そういうシリーズで使われてますけど、こういう感じになっとると、綺麗な木目ですね。
木目綺麗ですね、うん、めっちゃね、しかもゴールドパーツもすごい綺麗、はい、ピックアップなんか面白いな、それピックアップ、このプリアンプというか、うんうんうん、フィッシュマンね、独自開発したらしいんですけど、うん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 、ね、こう何個もついてる、うんね、トレブル、トレブル、ミドル、ベース、スリーバンドになってんだ、はい、前試走した時にいじったんですけど、見た目で音変わります、うん、あ、本当にびっくりしました。それ大事ですよね、ちょっと後であの比べてみてほしいです。ちゃんと変わらないといけないですからね。 お光った、チューナーがついてます。あ、これも、うん、同じ感じのチューナーついてますね、うんうんうん、どこリウム、はいはいはい、お、はい、すごい。じゃあちょっと生音、はい、聞いてみましょうかね。え、何かわいい、見た目、あ、ニノじゃないですか。めっちゃ、めっちゃ、うん、しっくり感は一番あるかもしれない。あ、ほんとですか。うん、あ、でも、あ、はい、弾いてみます。お願いします。おなるほど。あ、好き。なるね。うん。うん。なんかこうミッドにあのこう厚みがあるから、うんうん、割とアンサンブルでも抜けてきそうな感じする。うんうんうん、うん、思いました。でもあのなんかトレブルの綺麗な帯域も、うん、すごくなるっすね。なるほど。こんな感じなんだ。やっぱりサイズ感とかね。どうですか、弾いた感じ。すごい私今フィットしてます、うん、いい感じに、ね、これもハマってて違和感なさそうですね。フォームも綺麗に収まってる。ネックの感じは、ネックの感じは結構しっかりしてる。あ、しっかりしてるんだ、はい、意外としっかりしてる気がするんですけど、うん、でもだから弾きにくいっていうんじゃなくて、うん、なんかこう安心してなんですかね、コードバッと抑えられる感じ。やっぱね、ネックペライとね、ペライ音しちゃいますからね、うん、すごい。なるほど、はい、どうですかね、ちょっとフェイス強めにストローク弾いてるかもしれない。アタック音がすごい好きで私。破綻しないですね。そう、うん、やっぱりあのバンドとかでやるときとかって、うん、アタック感がすごい大事だったりするじゃないですか、うんうんうん、なんかそのアタック感がすごい好きです。あー、なるほどね、うん、割とそういうなんかネックのしっかりした感じとかも、ね、寄与してるかもしれないですね、うん、なるほど。こんだけ弾いてみましたけど、ちょっとね、2分の1ぐらい絞んないですか。です、ね、まず、うん、ちょっと絞っていかないとこれね、決めらんないですから。そうです、いや、でもどれも結構キャラクターが違った。全然違った、はい、どれ選ぶんだろう。見た目、見た目とかだとなんかこうどういう音するんだろう、うん、ちょっと似てるのかなっていう、はいはい、弾いてると全然違って、ね、2本。ガチン、まず半分を選ぶ。うん、まず1本目、ギブソン、あ、いいですね、いいですね。これすごく軽かったです、ね。ああ、軽いね。はい。そっか。で、そのサウンドホール聞けるのが結構私的に、うんうんうん、あの良くて。ここがね、これ考えましたよね。はい、うん。ね、モニタリングしやすい。うん、1本目、じゃあ決まって。はい。もう1本選抜。が、うん。でろろろ。あ、これね。うん、フェイス、フェイス、うん、まあ似合ってるしね、この本当ですか。弾いてる感じで今いいなって思いました。ああ、サウンド的にね、うんうんうん、なるほどなるほど。これはね、なんかイギリスね、イングリッシュサウンドって書いてましたけど、はい、産地はインドネシアでしたっけ。あ、そうなんですね。うん、ね、こういう最近ね、アジア製のね、アコギいいんですよ。うん、前がその数本弾き比べさせてもらったんですけど、うんうんうん、あの全部なんか全部きちんとしてるんで、あの当たり外れが少ないっていう、あ、安定して生産できてるからだと思う。そう、エレキもね、インドネシアすごいらしいですね。そうですよね、うん、あのアイバニーズとかね、うんうんうん、いいギターいっぱいあるんで、じゃあその2つね、ちょっと改めてこのアンプが、はい、
こちらにありますんで、これこれね、なんか池部さんかららしいんですけど、この優秀なアコギアンプつないで弾いてみましょうか。はい、はい、はい、ということでセッティング完了しましたけども、はい、まずじゃあギブソンの方からいきましょうかね。はい、はい、じゃあこれもうね今つないじゃって音出る状態なんで、はい、じゃらんとお願いします。来た来た、来た来た来た、なるほど、いいですね。あのこれ EQ とかついてないでしょ、なんかベーストレブルとか。でもそっくりそのまま音出てますね、同じ音が。大きくなりましたね。おうおう、なんか音に包まれてる感じ包まれてる、そっからも出てるし、いろんなとこから出てるからね。確かにそうかも、包まれてて、うん、アコギの空間にいて、うん、素敵な空間もなる、これでなる、本当だ。めっちゃ包まれてるこれ後ろからも前からも来てるからね。人にしかわからない、いやこれ特権ですよ。ちょっとそこ覗き込んでいいですか、弾いててもらっていいですか。いきますよ。伝わるかなこれまあでも良さそうですね、なんかシンプルなピックアップですけれども、めっちゃ気持ちいい、握るね。でちょっと忘れないうちにフェイス行きましょうか。はい、おじゃおじゃはい、じゃあセッティングできましたけども、はい、フェイス、はい、じゃあこっちもちょっと弾いてもらっていいですか。はい、お願いします。出る楽しい、楽しいなるほどね、はい、はい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 、どうです、いやこれいいないいなよりよりがっつり出る感じがする、うん、やっぱミッド効いてるな、うん、ね、いい感じで言ってほしい、ね、あ確かにこれ全部ついてるからちょっとフラットなのかな、うん、ストロークに合わせるんだともうちょっとね削ってもいいかも、うん、こんぐらいかな、うん、ジュッと削ってで、うん、ベースこの方がちょっとこうトレブラーこのぐらい、はい、うん、あ全然変わる、削ったけどしか前に出てくる感じで、うんうんうん、これバンドにはいいかも。いやそうですね、今弾いてて思います、うん、やっぱフィッシュマン優秀だな。どうですこれちょっと悩みますけどす、ね、ちょっとどうですか、口数減ってないかい、いやもうガチです決めなきゃいけないでもこれ決まりそうですね、どっちもいいから。そうですね、いやお悩みタイム、お悩みタイムお悩みだけど、うん、これ結構私すっごい優柔不断で、はいはいはい、本当に
こうずっと使いたいギターを選ぶから、すっごい今考えてるんですけど、でもそのあこれいいな、おおもう決まった、思ったのは、はい、あちょっとおおいきますよ、じゃもう言うの、いくよ、じゃあブルーバンバン、これおおベース、なんかそんな気がした、うん、いやいいと思いました、うん、私の欲しかった要素がすごく入ってて、あのこうやっぱりバンドありきでこうライブでやりたい、うん、使いたいギターを探してたのと、うんうん、あとはバランスよく上の音まで、はいはい、あの出るギターがいいなと思ってたので、これいいよね、うん、ベストマッチでしたね、おすすめのギター選ばれましたね、入り口で、ね、今日の条件みたいに言ってたじゃないですか、弾きながら、いやフェイスじゃないかなあ、そう、なるほどね、もう初めからそれで進めようかなあ、いいんじゃないですか。あのエリアコをね、あの通してみるとやっぱもうバンド使うんだとこれだなーっていう感じ。うん、もちろんね、あのギブソンキラキラの音でね、あの僕好きだったんですけど。これも好きでした、すごく。これ、うん、バンド使うんだとこっちおすすめかな。そうですね。あとは見た目もやっぱり、うん、確かにね、すごく惹かれました、ね、うん。この綺麗なインデ。なんかうん。めちゃめちゃ綺麗でライブで合うしね、やっぱりね、うん、でこれ白いねトップでしょ、だから照明に入ると思いますよ、うんうんうん、うん、写真撮ってもらった時にめっちゃ綺麗でテンションということで、めっちゃ綺麗、おめでとうございますおめでとうございます、ギター使っていきたいなって思いました、なるほど、ちょっとね仲間フェイス仲間ねフェイス仲間、じゃあちょっとお買い上げということで、はい、あのお店の方に行ってね、ちょっと包んでいただきましょう、はい、はい、だからさっき撮ってないってそれはい、ということでね、はい、こちら、はい、クリーニングしていただいてます、ありがとうございます、綺麗にピカピカにしていただきまして、はい、こちらをこちらのケースに収めていただきまして、はい、いいですね、なんかここフェイス、フェイス、このちょっとねエイジド感がある感じで、はい、はい、これ収めていただいて、はい、持って帰りましょう、うん、はい、グリーンいいですね、はい、リッチ感があって、いやなんかねこの感動の瞬間というはい、はい、おめでとうございます、おめでとうございます、やったということで、はい、はい、パチッと締めていただきまして、これね、はい、はい、これ持って帰れるぞと、はい、どうですか感想は、いろいろ弾きましたけど、嬉しい嬉しいですね嬉しい、はい、ずっと使いたいギターをこう選んで選んで決めたので、うん、はい、このギターでちょっと弾いていきたいなって思います、なるほど、ということで末永く使ってください、はい、ということで今日はミュウさんもありがとうございました、いろいろアドバイスをいただきまして、すごい楽しかったですフェイス姉妹でね今後も新ユニット結成しましたんで、いろいろイベントとかなんかやっていただけるといいんじゃないでしょうか、はい、ということで今日はありがとうございました、キューさんありがとうございました、ありがとうございます、はい、ということで今後のこのフェイスのね活躍も期待ということで、ありがとうございました、ではね、またね、バイバイ。